ワタプレゼンジェンツ、どうも皆さんこんにちは、テトマークリーです。トゥームレイダー2013の前回の続きからプレイしていきたいと思います。前回かなりの死闘を繰り広げたんですけど、今回は多分それ以上になるかなと思いますね。僕の記憶が正しければですけどね、英語でやった時のもうこの辺ぐらいから戦闘がもうやばかった記憶がある、ので、さてと、集めれるものを集めて弾薬とかを、置いた、前回の戦闘でめっちゃ使っちゃったので、きた、3分の1ライフルパーツ、いやもうシャドウオブザトゥームレイダーが楽しみすぎてね、まあ、なんせステルスアクション満載。ステルスアクション満載みたいで、弓とナイフだけで敵と切り抜けるジャングルのシーンがあるみたいで、もう最高ですよね、弓とナイフだけって。もういやー、完全ステルス楽しみにしておいてください。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーは9月14日に発売ですね。まあいいわ、あとでいいわ。オッケー、こんなもんかな。おお、来た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 。やっぱ来たか。She's just one girl. All right. That one girl is kicking our ass. Sure. Just keep at it, all right? She can't stop us all. All right, get around. We can catch her. Come on. そういうことはないね。イージーピーゼージャパニーゼー。さあこいつらから弾薬等を回収して次のエリア。さあ今年はヒットマン2にスパイダーマンにシャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーにジャスト・コーズ4に、楽しみなゲームがいくつかありますけど、ただフォールアウト76がね、なんかネットの情報によると、まあ、一応ソロでもできるみたいなんですけど、本当にマルチ特化みたいで、ソロだとクリアすること自体が非常に難しいらしいんですよね。なんかマルチでやってこそのゲームみたいで、僕はねあんまマルチやらないんで、まあ、やる人もいないしね、基本ソロなんで、あんまりマルチ要素が強いんだったら見送ろうかなとも考えてるんですよ。でもやっぱフォールアウトの最新作でボリュームもベセスダ史上最大のボリュームみたいなんで、やりたいっていう思いもあるので、なかなか今結構迷ってる感じなんですよね。もっと情報がね、デモとかいろいろ情報が出てほしいんやけど。All right. Okay. Infiltrate Palace. Palace に潜入せよと。Okay.
おつ、今何が起きてるの。ストップザオールドマンなんで、なんか誰かいましたね今。老人オールドマンなんで。How can they live like this? I don't know. おう、口いけない。だってもうないね。ララクロフトのジャンプ力がクリスチャーノ・ロナウドよりもすごいという。Oh、俺から手を離せこのクソ野郎って言ってね。グリム、味方のグリムか。さっきのオールドマンはグリムみたいです。イージーオールドマン、テイキイージー。どこ行った？グリム、you escaped。おった。Lara, get your ass up here。Don't you see that damn ladder? Climb it, girl. Watch it, Lara. You've got. Oh shit.敵が来ましたな。よっしゃ。おい。勝負。あ、そうそう、大阪に地震が来ましたけれど、私大阪に住んでますけど、全然大丈夫。ノーダメなんで。で、ブラザーもミフィちゃんもね、みんなノーダメなんで。心配ありがとうございます。オーライ。援軍かな？飛ぶねえ。ダイナマイト、ダイナマイトやばいじゃん。おいっちょ、うん、終わったか。まだおる、まだおる。まだおる、まだまだおるな。ナイス。まだおる、あと二人か。あ、オッケー。あれ、まだ二人生きてたけど。あら、お前生きてたのか。なんとかね。他のみんなはどこ？まだ中に囚われている。だが俺は奴らがどこにいるか知ってるぞ。上に来い、一緒に行こう。そこまで登れない。困ったな。きっと他に、ここの、その、グリムがいるところに、いる場所に行く道が他にあるはずだ。OK、探してみる。感じですね。さあ、あなたこれ樽があった。この樽打てばよかったな。アイテム集めるだけ集めて。よし。
3分の2、あと1個、3分の3集めたらどうなるの。ショットガンがなんか大幅に強化されるってことかな。OK。 これはこれどっちや。上だから多分こっちでいいよね。オーライト。あの距離落ちたら普通ダメージ食らうやろ。ララクロフト強すぎる。ここは何もない。風強いな今日。Right. The outsider is here. Warn the others. Outsider がいるぞ。戦闘開始。ちょこまかちょこまか。オッケー。ここにいるのは分かってんだよな。くわー頭。オーライト。まだおるはずやんか。まうん、多分これ向こうには向こう側に渡ったら急に出てくるタイプのパターンかな。これさすがに少なすぎる。もうなんか。オーライ。
これどうやって向こう側に行くね。ああ、このロープウェイな。これに乗って向こうまで行くわけね。罠みたい。グリムが一人で戦ってるな。これはまずい。それ。当たらん。シェ、全然当たらん。カモン。オッケーオッケー。戦闘多いな、やっぱり。もうね、この辺ぐらいが戦闘やばいんですよ。こっち来い、こっち来い、こっち来い。よっしゃー。はぁ、罠にかかった。どこにいるの？あった。弓がなかなか。合ってるかこれ。微妙やな。いていていて。うわぁ、始まる。なるほど。オッケー、戻る。戻る、戻る、戻る。どんだけ。武器を下ろせ、落とせ。さまなければこいつを殺すぞ。やめろ、ララ。うやば。この程度大したことじゃない。武器を下ろせ。強グリム。
落ちた。落ちた。Grim, I'll make them pay. I'll make them pay. The palace. I've got to get to the palace. まあ、I'll make them pay で、復讐してやるというか、覚えてろよというか、償わせてやるというか、そういう感じの意味ですね。まあ、グリムの仇を取るっていう意味だと思います。ここではね。さあ、どうやって向こうに行くか。これやな。これでドクター・ウィットマンが死んで、グリムが死んで、あとはみんな生きてるよね。ジョナーも生きてるし、ロスも生きてるし、ウェイズも生きてるし、アレックスも生きてるもんね。さ、サムも生きてるもんね。だからウィットマンと役立たずと、おじいちゃんグリムが、まあ、やられたと。ロープを切れっつってる。やばいな。さ、I got her. Shit. Shit. はい、ナイス。ロス。ロス、どうした？グリムが死んだ。人質にしようとして、でも彼は、なんていうかな、その状況から一人で振り切った、脱出した。グリム、このバカ野郎が。ロス、ごめんなさい。謝る必要はないだら。ここい。この場所を脱出したとき、彼を持って乾杯しよう。もう一度私をカバーしてくれない？ない？パラスの壁のところまで完全に視界が行き届いているから俺がカバーしてやる。オッケー。よし、行くぜ。Rescue chopper N888RC responding to SOS inbound from Freighter Trinity. This is Conrad Roth of the Endurance. Do you copy? これはロスが助けを呼んでるんやと思いますね。Did you hear that? A rescue helicopter is inbound. That's great news, Roth. ヘリコプターが助けに来る。Signal. I'm going in for Sam and the others. Lara, maybe I should. This isn't like the pilot, Roth. I got Sam and the others into this mess. I'm getting them out.この事件にみんなを巻き込んだのは私のせいだから、私が彼らを助けに行くって言ってます。まあ、ララか、序盤のね、ビデオカメラに残ってた映像を見ていたときに、結構、ウィットマンとかは反対してたんですけど、ララが、いや、この場所に行きたいって言うて、で、じゃあそうしようかって、ここに来たら、まあ、こういう目に遭ってるんで。まあ、確かに自分のせいっちゃ自分のせいっていうのは分かる。Great. Any ideas? It'll be tricky. But you can probably make your way across underneath. I was afraid you were going to say that. はい。Don't worry. I'll be covering you the whole way. 橋を渡るには橋の下をくぐっていくしかないっつって。で、まあ、ララはそう言うと思ってたみたいな。で、ロスが大丈夫だ。全部見えてて完全に俺がカバーしてやるからどうってことはないって言いました。ああ、敵が見えるぞ。
If they didn't, they should be yours. Father Matthias will send us to the Oni if we don't find him. Only if we fail, and we won't. Or Sun Queen is with us. Maybe the Sun Queen is with that fucking outsider. What the heck? Hey, what was that? Who's shooting? I thought I lost you, girl. Are you okay? That was too close. I don't see him. Oh, look for the muzzle flash! He's in the Sith Shrine! Stop! Don't move! They'll see you! Wait! I can't get a shot! We sent a duck shot! Go now! Duck's out here! Stop! Hold it! Almost got him! Move! Stop! Wait! Wait! Nice! Lara, I think you're clear. Thanks for the cover. I think that makes us even. Yeah. Lara, look out! I'll break this girl's neck! Surrender! No! They went over! Is she dead? I don't know. I can't see. Get down! There she is! Lara, there's too many of them! Get out of there! I'll get them. I'll come back. I promise. All right. なんとか切り抜けれましたね。骸骨とかあるもんな。敵か？来た。同胞たちをよく聞け。この世界の外では我々は無力だった。何者でもなかった。しかしここでは俺たちはソラーリだ。何やソラーリ。女王の子供。我々は必然的にこの島にやってきたのだ。お前たちが自由を求めるのは知っている。お前たちがこの場所を脱出したいのは知っている。しかしそのためには女王を解放せねばならない。彼女を解放すれば俺たちも自由になれる。この女の子、彼女の体の中には、血が流れている。彼女が限りになるはずだ。炎の儀式が俺たちに真実をもたらしてくれる。卑弥呼、お前が最初で最後の。なるほど。お、よくも俺たちの兄弟を殺したな。今度は俺がお前を殺してやる。この野郎、もう十分だ。ディミトリー、ニコライ、彼女をこっちへ連れてこい。この世の生物というものは自分の命が自分の身が危険になったら死に物狂いで抵抗するもんだ。お前の気持ちは分からなくはないが、
俺はもうこういうのには慣れている。残念だ。さあ兄弟たちを準備しろ。女王が話す時が来た。卑弥呼、我々に炎を通じて我々に語りかけるんだ。サム、本当にごめんなさい。私を見て、やはり彼女は特別だったか。兄弟たちよ、すぐに我々は生まれ変わる。彼女を別の部屋に連行しろ。お前の戦いは終わった。ボディが見えないぞ。出てきた。はい、というわけで今回はじゃあこの辺で終了したいと思います。恐ろしい。また次回のトゥームレイダーでお会いしましょう。